バイエルン国立管弦楽団は、ドイツバイエルン州ヘ編にある、バイエルン国立歌劇場の専属オーケストラである。バイエルン国立歌劇場管弦楽団と呼ばれることも、ある。バイエルン国立管弦楽団の歴史は大変古く、16世紀前半の作曲家、ルートビヒゼンフルの時代にはすでに設立されており、16世紀後半、作曲家、オルランドディラスソの下で良き時代を迎えた。 1651年にはミュンヘンにイタリアオペラを紹介した。19世紀末以降、ハンス・フォン・ビューロー、リヒャルト・シュトラウス、ブルーノ・ワルター、ハンス・クナッパーツ・ツブッシュといった当時を代表する名指揮者たちが音楽監督を務めてきた。カルロス・スクライバーとは彼自身が音楽監督などに就任しなかったにもかかわらず、長期間良好な関係だった。むしろ、 コンサートオーケストラとしての名声や、録音の方が有名なウィーンやドレスデントは異なり、オペラ中心の活動を続けているが、クライバーにはコンサートでも信頼を受け、その下で、管弦楽団単独で来日したことさえある。1998年以来、ズービン・メータが、バイエルン国立歌劇場とオーケストラの音楽監督を務め、2006年から公認として、ケント・ナガノが就任し、 2013年からはキリル・ペトレンコが音楽総監督を務めている。またペトレンコは2018年よりベルリン・フィルの首席指揮者に就任予定である。ありがとうございます。